対する赤組はモノマネプリンスビューティー国部。披露するのは多くのアーティストからもカバーされ上半期最大の話題曲となったエイトの香水。夜中にいきなりさ、いつ会いてるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同じことの繰り返しって僕が振られるんだ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。ありがとうございました。メロルいかがですか。ドリカムさんの曲も歌いたくてもなかなか歌えないじゃないですか、うんうん、あんなに気持ちよくかっこよく歌えるのすごいなと思って、うん、エイトさんの曲もご本人とめちゃくちゃそっくりで、うん、あの優しい感じとか、ね、すっごいめちゃくちゃ似てました。だって本当にギターだけの音色やから、やっぱ真似るとき難しいでしょ、うん、あかねちゃん。いやなんかシンプルだからこそ真似するのがすごい難しそうだなと思って、はい、エイトさんの曲だからすごい似てたしびっくりしましたし、あのドリカムさんの方もなんかこう声の深いところがすごい似てるっていうか、あとそもそも歌がすごく上手いので聴いてるだけですごい気持ちよかったです。だって八乙女くん、はい、ビューティーのモノマネの時は明らかに目つぶってましたよね。つぶっててあのすごいあかすれた声とか似てるなと思ってパッて目開けたら踊り始めてるってびっくりしました。しんどりよかった。ちょっと裸足やから音もなく現れるみたいな。でもまたね、はい、ゆっくり目閉じたんでしょ。そうです、集中したかったんで。